はい、どうもおはようございます。ベルプリです。今日はですね、ベルファイアのブレーキホールドシステム、視聴者の方で山田真嗣さんという方からリクエストがありましたので、今までまあ何度かやってるんですけれども、新たにねちょっと気づいた点もありましたので、その点も含めてリメイクという形で再度動画の方でお伝えさせていただきます。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、あと最近収益化を果たすことのできた YouTube に関して主に動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。あとヤフオクの方でオリジナルグッズの方を販売しておりますので、気になる方いらっしゃいましたら説明欄にリンク貼ってありますので、そちらの方もご覧ください。ブレーキホールドの設定なんですけれども、こちらのシフトノブの横にあるこのホールドのスイッチを押します。そうするとスピードメーターのところに緑色のランプがついて、このホールドの、ね、表示が出ます。これで設定が完了しました。この緑色のランプを表示させる条件なんですけれども、運転席側のドアが閉まっているということと、あとシートベルトをねつけているということですね。まあ、それがされてないと、こちらの緑色のランプを点灯することができません。ちょっとやってみますね。今ベルトを外します。今シートベルトのランプがつきました。まあ、この状態でブレーキホールドのスイッチを押すんですけれども、このような感じで、まあ、シートベルトをしてスイッチ操作というふうに出ますね。あと今運転席側のドアを開けました。まあ、パーキングの状態なんですけれども、この状態でホールドをします。そうするとこのような感じで運転席ドアを閉めてスイッチ操作というふうに警告が出ます。あとブレーキホールドの設定がされていても、運転席のドアを開けたり、あとシートベルトを外したりするとこちらの表示が消えますね。今シートベルトの方を外します。このような感じで、設定の方が解除されました。ブレーキホールドの設定はできたんですが、実際今ブレーキホールド自体が機能しているわけではありません。シフトが P になっているので、パーキングで止まっているだけなんですけれども、これからね、ブレーキを踏んで、シフトを D に入れますね。D に入れました。そうするとこのような形で、緑色のランプの下に黄色でホールドという表示が出ました。これで初めてね、ブレーキホールドの機能が、使われている状態になります。今、シフトは D で、ブレーキに今足掛けてるんですけども、今足を離しますね。離しました。で、車の方は全然進まないというところで、これでブレーキホールドが機能していることになります。今ブレーキホールドが効いた状態でシフトの方をね、ニュートラルに入れました。それでもねホールドの方はついたままになってます。そしてリバースにそのまま入れてきます。今ブレーキから足を離してますね。今リバースに入れました。それでもやっぱホールドが効いてるので車は動きません。で、これでパーキングに入れます。そうすると電動パーキングがかかって、ブレーキホールドの黄色いランプは消えると、そういった感じになってますね。パーキングの時はブレーキホールドは作動しないというところになってます。ただ先ほどの黄色のランプ、ブレーキホールドが作動してるっていう表示なんですけれども、まずはブレーキペダルを踏みながら、シフトの操作なんですけれども、今ニュートラルに入れました。そうすると黄色のランプがつきます。同じようにドライブに入れても、今ドライブ入れたんですけど、それでも黄色のランプがつきます。ただパーキングからリバースに入れた時ですね、今ブレーキ踏んでるんですけれども、リバースの時だけは黄色の表示がつきません。これブレーキホールドがかからないっていうところですね。リバースの場合はこれだけ注意した方がいいと思います。ブレーキ踏みながらね、ブレーキホールド作動させてるんで効くのかなと思いきや、リバースだけはかからないようになってますね。ではリバースの状態でブレーキホールドが使えないのかというと、そういうわけでもなく、これから一旦シフトを D に入れますね。シフトを D に入れました。でブレーキホールドの黄色いランプがつきました。で今ブレーキから足を離します。で離した状態でシフトをリバースに入れますね。そうすると今リバースに入ってブレーキから足離してるんですけれども、この時はね、ブレーキホールドが作動します。いろいろね、作動するにあたって条件があるようですね。ドライブとかニュートラルの時はね、どんな感じでも、この黄色のホールドのランプはつくんですけれども、リバースのみはね、いきなりダイレクトにブレーキペダル踏んだままシフトを動かしても作動しないと。ただ、ドライブの状態でブレーキを離してから、リバースの方に入れると、効いてくれるという感じですかね。このブレーキホールドのこの黄色いランプを点灯させるにはね、ちょっと条件があるというところで、特にリバースの時ですね、
まあ、あのブレーキペダルを踏んだままリバースに入れた状態ではこのホールドの黄色いランプがつかないと。まあ、ブレーキから足を離した状態でドライブまたはニュートラルからねシフトチェンジした時に、まあ、リバースの状態でこちらのブレーキホールドがつくというところですね。あとブレーキホールドのこの黄色の表示なんですが、ブレーキペダルのね本当微妙な踏み加減でつくつかないがありますので、これからちょっとやってみます。今シフトは D になってますので、これからアクセルを踏んで少し車を前に出しますね。ホールドの黄色の表示が消えました。これからブレーキを踏んで車をねゆっくり止めます。ゆっくりね止めますね。今完全に止まりました。そうすると止まったんですけれども、ホールドの表示がついてません。これね本当ね軽く踏んでる状態です。でちょっとでもね踏み込むと、これから踏み込みますね、踏むとつきます。まあ、こんな感じですね。まあ、こういった状況というのはなかなかね作り出すのは難しいと思うんですけれども、まあそういったまあ作動条件というのがありますので、本当ね微妙です。軽く触ってるブレーキペダルに触ってる程度で車を停車させないとこの現象は起きないんですけれども、まあ、こういったこともありますよっていうところですね。ここからは注意点なんですけれども、ブレーキホールドが作動した状態から何もしない、要はブレーキペダルから足を離した状態で3分が経過すると警告が出ます。でその警告が出た後に、まあ、ブレーキを踏むという動作をしないとなると勝手に電動パーキングがかかりますので、今その状況をねちょっと再現してみようかなと思います。もうちょっとで3分で警告出ると思います。あ、出ましたね、ブレーキ踏んでくださいというふうに。で何もしないと勝手に電動パーキングが作動しました。まあ、こうなるということですね。メーターの方にはこのような形で警告が出ます。パーキングブレーキが自動ロックされましたと、走行時は解除してくださいというところで、まあ、私も最近この現象起きたんですけれども、あれですね、Mac のドライブスルーでしたね。ものすごく混んでいたので、まあ、ブレーキホールドを使って止まってたんですけれどもね、ポーンと言う前に言ったんですけれども、喋ってて全然気づかなくて、あいつの間にか電動パーキングかかってたっていうことがあったんですけれどもね。でこう電動パーキングかかった時なんですけれども、焦らずに、まあ、ブレーキを踏んで、そしてこちらのスイッチを前に倒してください。そうすると解除されます。これで前進することができますね。こういった現象がね起こるっていうのを知らずに電動パーキングかかってしまうと非常に焦ってしまうと思いますので、まあ、そういった時は焦らずにブレーキペダルを踏んでから、この電動パーキングのこのスイッチを前の方に倒してください。すぐ解除されます。あと今ブレーキホールドがかかっている状態なんですけれども、シフトはドライブになってますね。で今ブレーキペダルから足を離して、そして運転席のドアを開けますと、このような感じで、まあ、駐車時は P レンジに入れてくださいという表示が出た後にすぐ電動パーキングの方がかかります。これはね、あとシートベルトを、ね、外した時も同じような現象が出ます。まあ、ブレーキペダルから足を離した状態で運転席のドアを開けるか、またはシートベルトを、ね、外すとこのような感じになりますね。ただ同じようにブレーキホールドがかかっていてシフトはドライブなんですけれども、今ブレーキペダル踏んでます。その状況で運転席のドアを開けると表示は出るんですけれどもね、駐車時は P レンジに入れてくださいと。ただ電動パーキングの方はかかりません、作動しません。でこれからシートベルトの方を外します。今外したんですけれども特にね何も表示は出ないですね。まあ、ブレーキを踏んでるか踏んでないかの、まあ、違いというところでしょうかね、これはね。あとはリバースの時なんですが、まあ、ブレーキ操作というかね、ブレーキペダルを踏んでリバースに入れると、まあ、解除されて、その後、ブレーキホールドは一切作動しないですね。まあ、バックで駐車する時っていうのは、やっぱりアクセルを踏むよりかはね、ブレーキ操作で、微調整というかね、することが多いと思いますので、まあ、それもあるかと思います。というわけでね、リバース入れてるときは今何度かこれブレーキ完全に今踏んでるんですけれども、ブレーキホールドの黄色いランプは点灯しませんね。取扱い者の方には、まあ、注意点書かれてるんですけれども、まあ、急ハンドでブレーキホールドシステムを使用しないでくださいと。保持できない場合があるということですね。
坂が急すぎると。そしてあと滑りやすい路面では、まあ、タイヤの、ね、グリップの限界を超えて停車することができませんということで、まあ、そういった滑りやすい路面でも使わないでくださいということです。あとは、まあ、駐車するときなんですけれども、このブレーキホールドは、まあ、長時間、駐車するためのものではないので、まあ、長時間止める場合はきちんと、ね、シフトをパーキングに入れて電動パーキングかけてくださいというふうに書かれてますね。というわけで今回はブレーキホールドに関するところですね、まあ、私が知る限りのところを動画でお伝えさせていただきました。今後もこういうような形でね、ベルファイアの機能に関していろいろね動画の方でお伝えしていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。